今回は、判断因子の基礎工学研究科物性物理科学領域の2021年の問題を解きたいと思います。今回、量子力学の、えー、前回の続きの問題で、ちょっとまた問題文が長いので飛ばしながらいきますが、えー、金属表面に強い電解が加わると、電子が真空中に放出される現象を電解放出という、この現象を考察しようということで、まあ、まずは K の設定として、金属の表面に一応、ね、電解符を因果することによって、まあ、このような、えー、ポテンシャルの形になると。 で、まあちょっと飛ばしながら行きますが、えー、ポテンシャルっていうのは正の定位数 E を電気素量としてこのように書くことができます。で、強い電解 F を印加することにより金属内の電子は説問語で述べた効果、トンネル効果によって金属の外に飛び出すである。エネルギーを持つ電子の倒壊性イラッシュは説問用の結果を拡張することによりこのように書くことができる。まあ、この式については問い読んで証明してますので、またよければ見てください。 ここで X0 は電子がポテンシャル消費を抜け出す位置である。まあ、例えばここがエネルギー E の位置だとしたら、この交わった部分が X0。で、この EF っていうのはフェルミ順位を表す。で、6番は金属内の最も外に飛びやすい電子について、X0 を FEFB0 などを用いて表せという問題です。まあ、こちらについては EF と与えられていると思うのですが、フェルミ順位ですね。まあ、フェルミ順位が最も飛びやすい電子でありますので、まあ、ここの部分が EF 付近の電子っていうのが まあ、電気伝導とか熱運動に寄与する電子になります。ということで、まあ、このイコール関係を結ぶことによって X0 が出せますので、結果としてこのような形になります。で7番については、えー、最も外に飛び,やすい飛び出しやすい電子の透過率的出しを因果電解 F の関数として示すという問題ですので、まあ、このエクスポネンシャルのこの角の部分を計算すればいいことになります。でさらに今回は最も外に飛び出すい電子ってことで、 まあ6番でも言いましたが、この EF について考えればいいですので、この E の部分を EF と表しています。では、計算していきますが、VX を代入して、えっと、ちょっとめんどくさいので、このルートの 2M の V0-EF を抜き出してやりますと、このような形になります。そうしますと、ここの部分っていうのは、えっと、X0 のまさに逆数となってますので、このような形で表すことができます。で、これを積分してやると、まあ、これは2分の1乗ですので、 マイナスえー、3分の2の、えー、x0 が出てきましてで1マイナス x 0分の x の2分の3乗と表すことができます。なのでまず x0 を代入すると1マイナス1で0。0を代入すると1の2分の3乗なので、まあ、答えとして3分の 2x0 が出てきます。ということでこのような形。あとはまあ計算してやるとこのような形になると思います。 最後の8番はフェルミ順位から真空順位までの高さが4.0エレクトロンボルトである金属に対して電子の電解放出を有機するにはどの程度の電解の大きさが必要か検討せよ必要であれば物理定数とかあとはルートについて与えられてましてあとは透過率ですね透過率が0.4与え与えられてエクスポネンシャルの型の部分がマイナス1程度を目安として用いてよいってことですのでまずは えっとこれっていうのは肩の部分を計算してますので問題文化これがマイナス1という関係式が成り立ちます。ということであすいませんこれ F 忘れてますね。これは F を忘れてました申し訳ないんですけど、えっと、F がこのように書けてましてということでプラ、えー、マイナスをキャンセルして F を持ってきてやりますと F イコールこのような式が成り立ちます。ということでこの部分についてまあ代入して計算すればいいことになりますので まあ、とりあえず代入してみると一旦このような形になります。で、今回はこのジュールとエレクトロンボルトがありますので、ここの変化を行わなければなりませんが、ここで1エレクトロンボルトっていうのは 1.6×10 のマイナス19乗、えー、っと、まあ、ジュールと書くことができますので、よってま 1.6×10 のマイナス19乗、ジュールと書くことができます。ということで2分の3乗って書いてるんですけど、この2分の3乗のうちの 1>, まあ1乗の部分はこの分母分子でキャンセルされますので、まあ、残るものとしてはまずはここの2分の1乗で4の2分の3乗っていうのは、えー、と2分の1.2で3乗なので8になりますまあここまでくれば、まあとはただの計算なんですけど、まあ、例えばルートの9は3でありまして、まあ、2×10 のマイナス31はちょっとめんどくさいのでこれ 20×10 のマイナス32乗にするそうしますと,、えー、とこれは4 ×ける 5と表すすことがでできますので、まあ、ルートを取ってやると 2× ルート5ルート5与えられてますので2.2でこれのルートを取ってやると10のマイナス16乗になりますでさらにこっちについても 16×10 のマイナス2乗にしてやると、まあ、ルートを取っ払うと 4×10 のマイナス10乗になりますまあ,あとえっとこ,すませんここの部分はキャンセルしてますので計算してやりますと えーとまあ、近似的に計算した方法では、えー、5.63×10 の10乗になると思いますで。単位としてはまずはジュールが、えー、と1個消えてありまして、まあえー、とちゃんとやりますか。まずこのルートの部分で M のルートですのでキログラムの2分の1乗。で、えー、と8 ×、えー、ジュールの2分の1乗が残ってますので。 で、ここのジュールは、えー、と2分の30の部分でキャンセルしてますので、あと残るのはクーロンの部分ですね。クーロンの部分が残ります。で、ジュールってのはキログラムと、えー、メートル乗マイ s 事乗ですので、まあ、これのルートを取ることによって、えー、キログラムのルートと、えー、m/s と書くことができます。あすみません、これ下 S 忘れてますね。えっ、ー、と この H バーっていうのは JL.S ですのでこの S の部分を忘れてました。ということで S を忘れてましたがそうするとまあちょっと整理すると C.S の kg は1乗になってでメートルマイ S。でもうちょっと表してありますと C の kg の M の S 字乗そうすると kg×M の S 字乗ってことでこの部分はニュートンになります。まあがってちゃんと,、えー、と電解の単位に一致していることがわかります。 また、えっと、この部分ですね、えー、と今回、金乗を用いて計算したんですけど、えーと、計算機を用いて計算すると、一応確認しましたが、これが 5.72×10 の10乗ってことで、まあ、大体一致していることが、オーダーについても一致していることが分かります。はい、ということで、今回は半大因子の、えー、と電解放数についての考察でした。今回は以上になります。